と助かりました。まあその久しぶりにちょっとこういう、でもなんか一人みたいな走り方でしたね。一発、足はないけど、まあ、レースの流れに逆らわんかったら、絶対仕掛けるところはあると思ったんで、まあでも現状って感じです、ただその中その勝ち上がりをつかめているというのはこの一つプラスの方に、まあ手応えは全然ないですけど、こんな状態でも神田が後ろついてくれたんで、で実際その要所要所の反応ってですか、その岩本さんのかましの加速だったり、神田さんが踏み込んでいくところだったりは、僕が吉田かどっちかがレースをちょっと乱すと思って、多分あいつ逆の立場やったら、多分お互い一緒に動きしてるやろうなっていうイメージで、全く言わなかったです、ただもちろんあれが最後また伸びきれるとかのもう段階踏んでる上のレベルっていうのもあるんですけど、ただ明らかによく勝ってるの、まあね、前までだったら今日も同じレースで4着とか5着になってると思うんで、立ち上がりで、まあ、ギリギリでも勝ち上がれたのはすごい、まあ最低限やっぱり綺麗な覇者だったんですもんね。ここはもちろんその実践に待ってるそんで綺麗はいいと思うので実際その今年呼ばれなかったですけどやっぱそういうこういう G2 の準決勝だったりまた高いところ行けばまた戻っていくのかなと思います、まあ、僕多分どこ走っても一緒だと思うんで、せっかくやったら上位で結果出る方が、モチベーションが上がるし、まあ、周りの見てくれてる人も、まあ、ちょっと戻ってきたって思われるだけで、自分のテンションも上がるんで、いや明らかに我々もちょっと気持ちが乗ってくるからですね、まあ、ちょっと